リード・ザ・セルフ、短時間で効率的に良質なインプットを提供し、行動に移すことで今を変えていくメディアです。皆さんこんにちは。突然ですが、目標を立てたのに達成できなかった、やり抜くことができなかった経験ありませんか？今年立てた目標、今覚えていますか？新年が明けた時や昇進昇格、転職など様々な節目で私たちは目標を立てがちですが、その多くは達成されないどころか、いつの間にか忘れてしまうことも多いです。逆に考えてみましょう。今まで立てた目標が全て達成されていたら、あなたは今どうなっているでしょうか？ダイエットに成功したり、仕事で成果を出し昇進をしたり、自分の事業を成功に導いているかもしれません。今よりはるかにいい自分や環境を作れていることは間違いないでしょう。ということで、今回ご紹介するのは、世界的な名門校コロンビア大学でモチベーション理論の研究者ハイディ・グラント博士による心理学的に正しい目標設定方法です。ハーバードビジネスレビューでも取り上げられ、過去最大の閲覧数を記録し大反響となりました。この目標設定法を実践することで、目標を立てっぱなしで終わらせずにやり抜くことができるようになります。ぜひ今まで挫折してしまった目標や、今本当に大切な目標を想像して実践してみてください。中には一度は聞いたことがあるようなものもあるかもしれませんが、やってみると驚くような効果があると思います。ということで、やり抜くために重要な9つのポイントを一緒に見ていきましょう。1つ目は、目標を具体的にする。私たちの立てている目標は抽象的なことが多いです。目標を具体的にしてみましょう。睡眠時間を取るようにするという目標は抽象的ですよね。8時間の睡眠時間を確保するくらい具体的にすることが重要です。さらにもう一歩具体化して、平日は午後10時までにベッドに横になるといった行動の目標に落とし込むのもいいです。自分が何をすべきか、達成できているのかがはっきり分かることが重要です。具体的に詳細に自分が達成したいことを考え抜いてみましょう。目標が具体的なイメージになったら、次に今の現状との差認識を向け、差を埋めるための行動を明確にしていきます。心理学ではメンタルコントラストと呼ばれるテクニックになっています。まず目標を達成し成功した時の感情を想像します。目標を達成した時にどんな感情が湧くでしょうか？嬉しさがこみ上げてきますか？幸せな気持ちになりますか？湧き起こりそうな様々な感情を想像してみましょう。次にその時に起きていることを明確にイメージしてみましょう。あなたの周りにいる家族や友達、同僚はどんな反応をしているでしょうか？一緒に喜んでいるでしょうか？そして目標達成に至るまでの障害について意識を向けてみましょう。今のあなたが目標達成するためにどんな障害がありますか？その障害をどのように乗り越えればいいでしょうか？どんな行動をすれば障害を乗り越え、目標達成することができるでしょうか？メンタルコントラストのポイントは、ゴールをイメージすると同時に障害と乗り越えるための行動を考えることです。単にゴールをイメージするだけだと、根拠もないのにプラス思考になってしまい、成功することはできません。逆に障害ばかり考えていると、障害を乗り越えるために行動しようという気がだんだんとなくなってしまいます。目標を達成した状態をイメージし、モチベーションを高めて、障害を乗り越えるために行動する力に変えていくんです。2つ目は、行動計画を立て習慣化する。具体的な目標をイメージし、障害とそのための行動を考えられたら、次は実際に行動するための計画を作ってみましょう。多くの人はここでつまずくかもしれません。ゴールをイメージし、テンションを上げて計画を立ててみたものの、行動できずに終わってしまったり、行動はできたけど次第に行動すること自体も億劫になっていきます。そんな時に強力なテクニックは、イフセンプランニングです。もしこうなったらこうするということを事前に決めておくのがポイントです。ある研究で、運動を習慣化したいという目標を持つ人たちを集め、半分の人たちにイフゼンプランニングを実践してもらいました。もし月水金になったら、仕事の前に1時間ジムで汗を流すというふうにイフゼンプランニングを活用しました。残りの半分の人たちは目標設定のみを行いました。数週間後の結果は一目瞭然。イフゼンプランニングをした人たちの 91% が運動を習慣化できたんです。それに対して目標設定だけをした人たちは 31% しか習慣化できませんでした。たったイフとゼの条件を決めるだけで、行動の習慣化には天と地の差が出るんです。具体的にイフセンプランニングの例をいくつか見ていきましょう。もし部下に対してきつい口調で接していたら、一言謝り、相手の話に耳を傾けよう。また行動だけではなく、マインドにも有効であることが分かっています。もし悲観的になりすぎているときは、いい面にも目を傾け、懸念を乗り越えるために何をすべきかを考えよう。このように自分の立てた目標に沿って幅広く応用が効くテクニックです。事前にするべきことをはっきりさせるだけで、人間は意識しなくても無意識で自動的に行動することができるんです。ぜひ目標を立てっぱなしで行動できない人は、イフゼンプランニングを活用し、行動を習慣化してみてください。3つ目は、やめるべきことよりもやるべきことに集中する。シマウマを想像しないでくださいと言われると、シマウマを想像してしまいますよね。このように人間の脳は、否定かどうかより内容に意識が向くんです。もしあなたが短期な性格を直したいと思っているのに、短期になってカッとならないようにしようという目標は意味がありません。脳は短期に意識が向いてしまうからです。もし怒りがこみ上げたら、深呼吸を3回するなど、やめる行動ではなく、やるべき行動を目標にしてみましょう。
タバコを吸いたくなったらガムを噛むというような代替的な不全プランニングと、タバコを吸いたくなっても吸わないようにするというような否定的不全プランニングを比べた研究では、代替的不全プランニングは大きな成果を上げましたが、否定的な不全プランニングは避けようとしていた行動を以前より多く取ってしまうことが分かっています。やめることよりもやるべきことを目標にしてみてくださいね。4つ目は自分を過信しない。意志力を鍛え、不全プランニングで行動しようとしても人には限界があります。まず目標の数はできれば1つに絞りましょう。あれもこれもと目標を複数同時に追うことで、結果的に何も達成できない状態に陥る可能性が高いです。次に、できるだけ簡単に目標達成ができる方法を常に探しましょう。人間は自分の意志力を過大に評価する傾向にあり、難しい方法であっても自分ならできると勘違いし、結果として挫折をしてしまいます。最後に、何かをやめるときは段階的にやめるよりも一度にすっぱりやめる方がいいということが分かっています。段階的にやめることで誘惑がダラダラと続き、必要以上に意志力を消耗することが分かっています。自分を過信せずに、シンプルになるべく簡単なことを着実に行動することが重要です。5つ目はモニタリング。どんな目標であっても達成するために欠かせないことがあります。それは、今現在目標に対してどの程度進んだかを把握することです。目標に対してどの程度の進捗なのかがわからないと、今までの行動が適切だったか、次に何をすべきかが明確になりません。目標に向けて全く前進できていないのに同じ行動を続けていたら、いつまで経っても目標達成は叶いません。とはいえ、進捗度合いをどうやって把握すればいいんでしょうか。これはズバリ、自分自身や第三者からのフィードバックをもらうことが重要です。目標達成までの期間が長ければ、フィードバックの頻度は控えめに、逆に期間が短ければ頻度を高くした方がいいです。さて、せっかくのフィードバックなので、モチベーションを上げられるものがいいと思いますが、これにはコツがあります。フィードバックには、今までこれだけ頑張ってきたというこれまで思考と、目標達成のためにあとどれだけやらなければならないというこれから思考があります。これまで思考に偏りすぎると、達成感を得ることができる一方、気持ちが緩み、モチベーションが下がることが分かっています。試験を控えた大学生に対して、すでに 48% は覚えたと伝えたグループと、あと覚えるべきことが 52% も残っていると伝えたグループのテストを比べたところ、後者のグループの結果が格段にいいことが研究より分かっています。これから思考でフィードバックを得ることで、モチベーションを維持しながら、これからやるべきことに目を向けることができます。6つ目は、現実的ポジティブ思考になる。目標達成をするためには、ポジティブであることは欠かせません。が、ポジティブの意味を履き違えないようにしましょう。目標達成が簡単にできる、ポジティブにいれば達成できると考えることで、準備を怠る傾向にあり、結果として失敗する確率は高まります。そこで必要なのが、現実的ポジティブ思考。目標は達成できると信じることは重要ですが、目標が簡単に達成できると考えてはいけません。まず、目標達成が簡単ではない事実に目を向けましょう。ある研究によると、ダイエットをしている人に、食べ物の誘惑に打ち勝つのは大変だと思いますかと質問したところ、簡単にはうまくいかないと答えたグループは、我慢するのは簡単だと思うと答えたグループよりも、なんと13キロも体重を減らすことに成功したんです。目標達成が簡単ではないと思うことで、どの障害を乗り越えなければならないのか、どのようなことを気をつければいいのかに逃げずに向き合い、どんな行動をして乗り越えていくのかを考えることで、目標達成につながるんです。7つ目は、成長すること自体を味わう。目標に向かう姿勢には大きく2種類あります。1つ目は、目標達成して自分の能力や力を示そうとする証明型の姿勢。これは自分の能力や力を示すことが目的なので、難しい目標に挑戦しにくい傾向があります。難しい目標に挑戦し失敗したら、自分の無能さを示すことになるからです。なので、成長せずにいつまでも低空飛行する傾向にあります。2つ目は、目標達成する過程で自分自身が成長することを目的にする成長型の姿勢。仮に困難な障害が起こったとしても、成長の機会と捉え、高いモチベーションを維持して前に進むことができます。難しい目標にも果敢に挑戦するため、失敗をすることは多いものの、成長を重ね、最終的に目標を達成する傾向があります。目標達成に向けて、難しそうな障害にぶち当たった時は、失敗して自分ができないやつだと思われるとは考えずに、成長の機会と捉え直し、挑戦自体を楽しんでみましょう。イフセンプランニングを応用すれば、もし失敗して恥をかくことに意識が向いたら、挑戦することで、たとえ失敗したとしても成長することに目を向けようというふうに対処することができますよ。8つ目は、やり抜く力を持つ。グリッドという言葉、皆さん聞いたことありますか？これは、困難にも屈せず、長期的な目標達成に向けて全力を尽くす、やり抜く力のこと。アメリカ陸軍の幹部候補の入学審査では、候補生のグリッドを測ることで、誰が厳しい訓練を得て残るかを正確に予測できるそうです。とはいえ、やり抜く力をつけろと言われてつくものではないので、ここからは、やり抜く力をつけるための思考法をご紹介します。スタンフォード大学のキャロル・ドウェック教授は、ベストセラーのやればできるの研究の中で、私たちは知能に対していずれかの認識をしていると言います。1つ目は固定的知能、
私たちの知能は生まれつき決まっているという考え方です。私には才能がないから、私頭悪いからできないなどの言い訳を聞いたことはありませんか？うまくいかないときに自分の生まれつきの能力のせいにするため、工夫をしたりより良くしようとするモチベーションが上がりません。結果としてやり抜く力が弱っていくんです。2つ目は拡張的知能。私たちの知能は経験や努力によって変えられるという考え方です。うまくいかないとき、自分の能力のせいにするのではなく、努力不足だった、戦略を間違えたなど努力や行動のせいにします。自分の能力は変えられると思っているため、能力を高めていく努力や目標達成のための試行錯誤を惜しみません。結果としてやり抜く力を身につけることができるんです。困難や課題を目の前にして、私には無理だと諦めそうな時、今の私には無理かもしれないけど、努力や経験を積めば私にもできるようになると思考を変えてみましょう。最後は意志力の筋トレをする。朝ランニングをすると決めたら、冬の寒い朝であっても布団から出てランニングウェアに着替えて外に出る意志力が必要です。この意志力が目標達成に向けて行動を続けるには欠かせません。意志力は気の進まないことをあえてすることで鍛えられることが分かっています。例えば猫背になっていると気づくたびに背筋を伸ばす、夕食を食べた後に食器をすぐに洗う、勉強や仕事に疲れたからもうやめようと思ったらあと5分続けてみる、このように自分にとって意味のあることで意志力を鍛えてみましょう。誘惑に打ち勝つ瞬間は自分に負荷がかかりますが、筋トレで筋肉に負荷をかける感覚で頑張ってみましょう。また意志力は筋肉と同じように使ったら疲れます。何かで意志力を使うと少しずつ減っていき、残りが少なくなると困難で面倒な行動ができなくなります。そんな時は意志力のリフレッシュタイムを設けて回復しましょう。好きな音楽を聴いたり、軽く運動をしてみたり、自分の気分を盛り上げてくれることをしてみましょう。このように意志力を時には鍛え、時には温存し、時には回復させながら、自分自身の本当のやりたいことに向けて意志力を調整していきましょう。また意志力を鍛えることで、目標とは関係のない他の面倒なこともできるようになることが分かっています。研究によると、ジムに入会し2ヶ月間ジムに通い続けられた人は健康的になるだけではなく、喫煙者はタバコの本数が減り、お酒を飲む人はお酒の飲む量が減り、洗い物をすぐに洗うなど多くの好影響があることが分かりました。意志力を鍛えることで衝動をコントロールする能力が上がり、面倒なことを後回しにすることが少なくなったんです。以上が科学的に正しい目標設定法です。最後に簡単に振り返ってみます。1、目標具体化して達成した状態をイメージした後に想定される障害を出してみましょう。2、次に行動をイフゼンプランニング化してみましょう。3、イフゼンプランニングではやめることではなくやることに集中します。4、自分を過信せず簡単な行動から始めてみましょう。5、そして進捗をモニタリングします。6、現実的なポジティブ思考で。7、自分自身が成長する過程を楽しみましょう。8、もし挫折しても諦めずに再挑戦しましょう。9、時には意志力を鍛えながら、意志力をコントロールしながら目標に向かって努力してみてください。さて、いかがでしたでしょうか？プライベートから仕事まで目標を立てて達成する際には、ぜひこの動画に立ち返り見直してみてくださいね。では今日のキークエスチョンです。あなたの目標は何ですか？9つのポイントに沿って目標を設計してみましょう。設計した目標を忘れないようにできることはありますか？例えば紙に書き出して机に貼るなど工夫をしてみてくださいね。それでは一緒にやり抜く力を身につけ、目標を達成していきましょう。